おはようございます。今日はですね、この数百人が同時に楽しめるトーナメントという畑田くまも参考記録狙いで参加するということで、オンラインサロントーナメントです。ルールはですね、一発勝負です。一番でかいバスを釣った人が優勝と、まあ分かりやすい形になっております。まあ、オンライン投稿していって、それをこう見ていきながら優勝が決まるみたいな仕組みね。一応ね、僕自身も今回は完全に60以上のスーパービッグフィッシュを狙っていくと。一番使う可能性があるのはこちらですね、ポイズンアルティマの 174MHG というやつです。はい、これに、アンタレスの DC ハイギア、まあ、PD チョッパー回デッドスローがついてると。まあ、僕の冬の信頼を置いているロッド。さあ、朝7時、これですね、本日のラッキーアイテムを購入しました。ラッキーアイテム、これとともに写真を撮るということで、はい、素敵な天気になってるね。まあ、行きましょう。南西の激荒れ、南西の風、これはやばいな。バーリー冷たい、指ちぎれんで。これ滋賀県は今日最高気温多分3度とかですかね。で、終始吹雪、まあ、晴れ間が出たり吹雪になったりを繰り返すと。だから朝の気温はマイナス2度だったという感じですね。北湖からの水が入ってくる、その、まあ、入ってくる道の一番東側に今いるって感じ。遠い流れが入ってくるその東方の部分をやってる。で、こっからやっぱりウィードがどん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 生えて流れが停滞すると。その境目に生えてるウィードが今この千人藻って言われるやつと、これね、これとカナダ藻。バスはね、イメージ通過するっていうイメージやから、折るっていうより通過やから、だから同じところに何頭か投げて、その通過するときに魚が通るコースに魚が入ったときに、自分のルアーがその魚にとって食える位置に通るっていうのが大事だね。強い西風が吹く予報だったんですよ。で、予報で言うとこういう北西予報が出てたんですけど、実際は南西予報だったんですね。南西の風が吹き荒れたんですね。で、今回僕がメインに行こうと思ってたところは沖ノ島があるんですけど、沖ノ島のこの内側というかね、これのワカサギパターンっていうのを、まあ、メインにしていたんですが、行けなかった。ちょっと北湖走り回るとかいうプランなくなったな。まあ西岸に張り付いたらなんとかなるけど、だからこうずっとエレキ止まってんのも限界やから、バッテリーなくなるかもな。ですね、まあ、9時で移動するんやけども、移動の前にですね、まあ、今回せっかくのオンライン大会ということでね、これ皆さんからの釣果がすでに上がってるかもしれない。あ、釣れてる。さあ、じゃあちょっとね、太陽出てきたんで、ここでの狙い、何個での狙いっていうのは、まあ、朝のフィーディングを釣るっていうことやったんやけども、やっぱ雪雲とかある段階で、活性が上がる、食いやすくなると。でももうこんだけ晴れると
まあ、しばらく1時間以上は南湖にいる理由がなくなったんで移動します。うわ、鬼のような雪粒が来ましたね。来ましたね。うお、すごいですよ。待ってますよ。はい、吹雪 is coming。 こういうタイミングで釣れる。そうだから こうなったらシャローを欄岸してる方がいいねんけど、はい、でもこれが長く続くのかっていう話やん。なるほど。なんか氷触ってもさ、冷たいと思わんくなってきてるもんね。そうですね。いや、もう手の感覚がないですね。うん、まあまあ罰ゲームやなこれ。もうすごい風で、もうこっち側もう全滅なんですよ。走れないんですよ。だからまあ必然的にこの西岸、北湖西岸の中でどんだけのプランを組むかみたいな、展開に10時以降はなったんですね。より流れが当たりやすいちょっと岬をやったんですよ。これ雪横やもんな。これどうする？今ね、まあ魚探は消してるからようわからへんけど、まあその18メーターから14メーターにちょっと角度がキュッと上がる、そのキュッと上がるところをやってて、でそこにまあ、流れてきた木とか、まあ小田状のものがあると、ベイトがいたり中にバスがいたりするんやけど、そうやんな、これそもそもこの釣りがやりにくいというね。ご覧の通りなかなかの状況でございます。なくなりますね。それ手の感覚ないねんな今。それよね。ないですね。うん、体は寒くないんやけど、はい、ここがもう終わっとんのよ。もうこれが、いやもうやばい、ね、だってもう積もってんもんなこれ雪が。どうですかこのシャーベットアンタレス。シャーベットアンタレス初の全国大会はまあまあ過酷な天気になったね。ああ3時になった、終了。いやーきつかったね。結果発表、さあ果たしてどのサロンメンバーの方が全国制覇したのか。あ、1位から5位の方はこの方たちです。優勝は48センチ釣られました SNP さん、おめでとうございます。どんなパターンで、どのエリアをやって釣れたのかというのをですね、伺っていこうかなと、はい、インタビューをしていきたいと思います。すごい時代ですよね。オンラインでこうやってトーナメントができて、しかもこのね、インタビューまでできちゃうという。SNP さん、さあ優勝の SNP さんとお電話がつながっております。こんばんは。こんばんは。ちょっとすごいことになりましたね。そうですね。もうめっちゃみんな気になってると思うんですが、どこでどんな釣りで釣れたんですか？ですね、山口県の山口県、え？丸山ダムですね。丸山ダム、つい最近行きましたやん。そうですね。なんで、はい、ハコさんがのおかげと言っても過言ではないと。忘れたのはリズムワグの、ミドットで。おお。ちなみにこの大会までに何かいろいろ他のエリアとかも見られたんですか？丸山以外とか。どっちかっていうとこの丸山ダムの方が、よく行ってたんで、まあ行き慣れてるところに行こうかなと。すごいな。ありがとうございます。SLP さん。はい。丸山ダムに僕は商品届けに行きますから、届けに行きますから。さあ見てください、ブンブンさんにやってきました。
はい、こちらでですね、今回の大会の賞品、優勝賞品を購入していきたいと思います。行ってみましょうか。バレるかな、バレますよ。どの辺がバレる？よく来るんですよ、はい、ブンブンさん。はい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 、購入しました。すごいことになったよこれ宝くじがもうずらーなってるけど、はい、今回ね、僕がメインに使ってたロッドをプレゼントするっていうことで、持ってるものをそのまま渡すんじゃなくて、やっぱり一応新品の方がいいかなということで、こちら、アンタレスと、アルティマですね。 174MHG、 山口県の方が優勝されたっていうことで、ご本人に届けに行くということで行きましょう、はい。優勝者の SNP さん、おめでとうございます。ありがとうございます。優勝商品はボイズのアルティマ 174MHG とアンタレス DC でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。第1回、オンラインサロン大会、全国覇者ということで、ね、いや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 、お見事ですよ。ありがとうございます。まあ、とりあえず第1回の覇者ということで、でこのサロン大会、まあ、オンラインの大会、今回は初めてのオンライン大会やったけども、リアルの大会と、オンラインの大会を、まあ、交互にやっていこうかなと、はい、ぜひ第2回第3回と連覇していただいて、はいはい、すげえやつがいるぞと、サロンメンバーの中にすげえやつがいるぞっていうのをね、やってください。おめでとうございました。ありがとうございます。